さあ続きましてフィギュアスケーターを応援する十居フィギュアのコーナーです。グランプリシリーズアメリカ大会で優勝し昨日名古屋に帰ってきた村上佳菜子選手を取材してきました。大勢のファンの出迎えの中、長旅の疲れも見せずににこやかな笑顔を見せた村上選手、私もお祝いの花束渡してきました、はい、村上佳菜子選手十居フィギュアからおめでとうございます。ありがとうございます。グランプリシリーズ上位6人が戦うグランプリファイナルへの出場が決定いたしました、素晴らしいですね、はい、期待しましょう、はい、そして今回は全日本選手権、全日本ジュニア選手権に向けて試合に挑んだ愛知の男子選手をご紹介します。西日本選手権シニアの部に出場した村隆仁選手、まずは4回転ジャンプに挑戦しますが転倒。しかしコンビネーションジャンプやトリプルアクセルでは高く大きなジャンプを見せ本領を発揮します。自分自身でも手応えを感じているというステップなど表現面も含めスケート全体のレベルが上がっている村選手、全日本選手権出場へ向け大きな自信となる優勝を飾りました。4回転もうちょっと精度を上げる部分と、あとはやっぱり最後のところまでやっぱりもうちょっと体力が必要かなと自分の中で感じているので、ショートフリーともに4回転を成功させることと、あとはそうですね、やっぱり上 の、 その高橋選手、小田選手、小塚選手 の、 その演技に引けを取らないように最後までしっかり演技したいと思います。全日本選手権でもこの笑顔見たいですね。ジュニアの部で頂点に立ったのが日野龍二選手。東京出身の日野選手は4月から村上佳菜子選手と同じ中京大中京高校に入学、愛知に拠点を移し練習に励んでいます。日野選手の持ち味は高さのあるトリプルアクセル、そして柔らかい着氷、ミスのないジャンプを見せました。もう一つの特徴がこのスピン、回転の速さと姿勢の美しさはシニアレベル、実力を十分に発揮した日野選手が優勝を飾りました。日野龍二選手優勝おめでとうございます。ジャンプは本当によく決まったと思いますし、でもステップとか他スピードつけたりいろいろ直すとこはあるので、それを全日本ジュニアに向けてまた3週間ぐらい直していきたいと思います。そしてもう一人、3位に食い込んだ木原龍一選手。ダイナミックなジャンプと全身を大きく使った演技が特徴。日野選手とはいいライバル関係でお互い切磋琢磨しているそうです。今月26日から行われる全日本ジュニアでの活躍期待しています。全日本という舞台でも愛知の選手が表彰台に上る姿見たいです ね、 楽しみですね、はい、以上十居フィギュアのコーナーでした。